はーい、どうもねです。今回ですね、こちらのワンピースフィルムレッド私は最強超スゴフェス終幕編第1弾の方を弾いていこうと思います。相変わらず長いですね、タイトルが。はい、まあということでね、ついにルフィそしてウソップ&ヤソップの、まあ、ガチャが来たということなんですけど、いやいやいや、これは欲しいね。うん。まあ、ルフィの評価動画はもう上がってると思うんですけど、まあ、ウソップ&ヤソップの方はまだ上がっていないので、まあ、今後上げていきますので、そちらの方をご視聴してみてください。まあ、評価の動画をね、2つとも出してますので、うん。ぜひともどちらとも、ご視聴していただいて、まあ、どちらを狙うか、決めていただけたらいいかなと思っております。いや、これは欲しいよ、ルフィちゃん。うん。いや、めちゃくちゃ強いのよね。うん。性能がエグかったね。やっぱ、こう見た感じ。まあ、歌とかと、シャンクスとかとね、だいぶその、効果としては違うんですけど、普通に数値だけ見ると、だいぶね、ルフィがズバ抜けて高いので、単純に火力は出しやすいのかな、という感じですかね。うん。まあ、初心者が使いやすいかどうかって言われますと、ルフィはそこまででもないのかな。どっちかというと、やっぱ歌の方が、初心者としては使いやすいのかなとは思うんですけど、単純に火力出せるのはルフィなんで、まあ、とりあえず今回は30連だけ引いていこうかなと考えております。うん。で、無料ガチャも10連来ているので、まずは無料10連ガチャの方を引いていこうかなと思っております。まあ、ということでね、やっていきましょう。はい、ということでね、無料10連から引いていこうと思っているんですけど、いや、かなりね、うん、ここで出せればだいぶでかいよ。ウソップ&ヤソップとか、まあ、映画キャラ、うん、まあ、ルフィ、まあ、出ればかなりえげつないんで、まあ、神動画になるんでね、当てたいなというところなんですけど、いや、頼むぜ、本当に。演出としては、まあ、ジュゴンちゃんだけいる。さあ、ルフィ。一個か。じゃあ、結構期待外れだな。さあ、もう一個ぐらい。いく、赤。何言ってんだよ。さあ頼む、表情ね。はいはいはい、頼むよ。どっかで、まあまあまあ金なので、できれば映画キャラのサンジとかゾロとかジンペイ、まあここら辺が出ればかなりありがたいかなっていう感じですかね。さあ頼むぜ、そろそろ頼むぜ。どっかで一、まあね、もう赤は来ないかなって思っているので、とりあえず1体でもいいから映画キャラが来てほしいですかね。さあ頼むよ。まあ最後、まあ、最後がまだ赤かもしれないのか。うん。おお、いいね。このゾロかっこいいよな。イラストが好きなんだよな、あのゾロ。うん。めちゃくちゃかっこいい。さあ、映画キャラ。来い！来ないね。来ないね、なかなか。さあ、赤。さあ、ラスト1枚。赤か。赤か金でだいぶ変わる。来い！金か。じゃあ、映画キャラ。映画キャラ、来い！誰やねん、ほんとに。はい、ということでね、まあ、さっきの余興は置いといて、まあ、こちらのね、ガチャの方を引いていこうと思うんですけど、まあ、こちらは期待大なんで、うん。で、まあ、とりあえず先ほど言った通り30連だけ引こうかなと考えておりますので、まずは10連目引いていきましょう。うん。いやー、ここでルフィとかヤソップ&ウソップが出ればだいぶでかいよ。頼むよ、本当に。さあ、頼む。お願いします。お願いします。さあ、いつも。まあ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 、これぐらいがいい説はまあ何回も言ってますけどある。さあ、もう一、うわ、来ないか。さあ、一枚、一枚でも、赤。よしよしよし、一枚ね。もう一枚、もう一枚、もう一枚、もう一枚。はぁ、マジか、一枚かよ。ケチくせえな。さあ、頼むよ。あの一枚にかかってる。何枚目？ 4 枚目かな、あれ。いいね。このプリはなかなか強いんでありがたいですね。さあ3枚目。いや、どっかで赤、あの金が赤に変わってくれたらでかいんですけどね。あれ ?4 枚目じゃない。じゃあ次か。さあ頼むよ。お願い。頼む。ルフィ、ルフィ、ルフィ。俺の代わりに和の国を開国してほしい。もう何回開国するんだよ、本当によ。もうこの超スゴフェス、映画の超スゴフェス始まってからこのおでん3体目ぐらいですよ。めちゃくちゃ出てる。うん。いや、まあ強いんですけどね、強いからかぶっても全然いいんですけど、いやー、ルフィ欲しかったよ、これは。お、マルコだ、やーい。さあ、キャロットかわいいね。さあ10枚目頼むよ。変われ。あー、ダメか。表像出すぎだろ。さあラスト1枚、ここ赤ね。赤頼むよ。もしくは金で、金だよ。なら映画キャラよ。頼むよ、映画キャラ。よしよっしゃ、オッケー。はあ、おしゃれ眉毛きました。
ありがとうございます。いやいやいや、素晴らしいですね、おしゃれ眉毛さん。いや、このね、今回のゾロ3時ジンベイいると思うんですけど、まあ、全員ね、かなり性能がいいんでありがたいですね。まあということで、10連目の収穫は3時のみということで、いやー、頼むよ20連目。一応20連目は、超すごいやつ、最後の対象が超すごいやつ確定なんで、当てていきたいなと。うん、最低でも1枚は来るということで、まあ期待大ですね。さあ頼む、お願い、演出お願い、演出全盛り、全盛り、半全盛り、半全盛りです。うん、花手のとことかキランがなんなかったね。さあ頼むよ。よし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 、オッケーオッケーオッケー。さあ1枚1枚、オッケー、いいね。2枚、オッケー。3枚、来ないんかーい。3枚来ないんかーい。まあとりあえずこれで確定で3枚来ますね、ありがたいですね。さあ何枚目、3枚目だっけ、4枚目ぐらいですよね。さあ頼むよ。よし、ルフィお願い、ルフィお願い。もうローじゃない、ローじゃないの、ルフィなのよ。ロー全く関係ない。うん、このロー全く関係ないのよ、ルフィと。いや、そんなことないか。さあいいね、なかなか強いよこのキャラ。さあ何枚目だっけ、次かな。おお、いいね、えぐい。これはね、トレジャーマップ、黒ひげがトレジャーマップできたときに、付き添いできたね、雨の種類なんですけど、かなり性能が良かったんで、これはありがたいですね。うん、ありがとうございます。かなりね、必殺性能がいいんで、うん、欲しかったんですよね。いや、あれ、6枚目じゃない、次か。いや、待って、俺は気づけるやつは許さないって読んじゃったわ。ただのクズやと思って。さあ頼むよ、お願いお願い、ルフィマルコだよ。おい待って、これ心属性か。おい待て、心属性だったらだいぶ話は違う。マルコだよいとか言ってたけど、頼むよ。え、これ心属性か、ちょっと見せて。心属性やん、ありがとうございます。これはねありがたいですね。いやー、もうこれ何1ヶ月ぐらい追いかけたことか。うん、いや、もうこのマルコはね、ほんと今ね、めちゃくちゃ集会とかでも使われてきていますし、まあなんといってもね、その海賊 XP っていうのがあるんですけど、まあ海賊レベルを上げる経験値があるんですけど、まあそれをね、普通に 2.25 倍にできると、普段であれば2倍なんですよね、今までで一番高いのが。まあそこを 2.25 倍にできるっていう性能、まあこんな感じでね、 2.25 倍にできるっていうのがかなり優秀ですし、まあ単純にね、心属性とかの攻撃力を 4.75 倍、スロット1で5倍にできるので、単純に周回しやすいっていうキャラでもありますので、まあ結構今周回とかで使われていたりだとか、まあ初心者の人とかがまあリサバラシゲットしたりっていう、まあ感じのキャラになっているので、まあかなりこれはゲットできてありがたいですね。本当にえぐい。いや、まあ今までね、おいマルコ来たぞと思ったら即マルコ、いや即マルコかいみたいな状態があったんですけど、やっと心マルコ出てくれたよ。でね、そうですね、まあかなり優秀なキャラになってるんで、結構ありがたかったですね。マルコだよーい、10枚目マルコだよーいって。さあラスト赤確定なんで頼みますよ、お願いします。さあ、はい、ありがとうございます。さあルフィ、ウソップ&ヤソップマゼランかい。さあ皆さん、お待ちかねのラスト30連目でございます。いや、長かったですね。うん、もうここの30連目で出ることはもう分かっているので、まあ今までの10連20連目はちょっとふざけてたって感じですけど、まあ30連目こちらの10連はね、もう本気で行かさせていただきますので、覚悟してください。行きましょう。さあ演出、うん、覚悟してこい。さあ頼むぞ、結構演出はいい。1、2、3、よし、 OK、 完璧です。5枚ぐらいいきます。さあ赤、おい、どうした赤、どうした、おい赤どうした、赤どうした、本当に、おい赤どうしたよ、本当にこんなことある。ラスト、まずさすがに変わるでしょ、金から赤、これはね、うん、さすがに変わると思う。あの演出で金1、赤1枚はねありえないんで、1枚ぐらい変わるはず。さあ頼むよ、もしくは映画キャラね、どっかで来てよ、映画キャラは大事よ、ゾロとかジンでまだ出てないからね。うん、いやもう一番ね、その星5キャラが出ないのが一番悔しいんで、頼むからゾロとジンベ早めに出てください。さあ、うーん、その3時じゃないけどな、まあ3時はもう2体出てるのか。うん、
さあ、あれまだもう8枚目じゃん。え、どっかで変わるよね。赤来い赤、なんで変わらん。どうしたどうしたどうした。さあ10枚目変わるよね。さすがに変わるよね。変わんないんかい。フラノスケいいんだよ。うるせえな、さっきから。さあ頼むよ、本当にラスト赤。とりあえず赤ではあるはず。ルフィかウソッパ&ヤソップ、どっちが出ないと終わります。さあ頼む、お願い、変わる、来い来い、うわー